うん、なんだ、あ、あー、まあそうだろうな、うん、うん、連絡？マサさんたちの方か。なになに、あっちはあっちで行くつってだな。嘘。あ、何があったんです？しんちゃんはもう、まあ現に容疑者捕まってるってことは、まあ、得意げだろうな、より一層。正眼、え、襲われた、切り裂かれてるって尋常じゃねえな。暴力、あ、人形を使ってってことかな。有名な人形師、そうなんかな、やっぱ。何十体も並ぶ自作、ちょっとからくりみたいな感じで攻撃されたのかな。普通だった。応接室にあんないし、娘が受けたいじめの被害、母親、共犯者の可能性、仕返しだな。人形だぜ。まあそうだよね、そんなこと言うわけないもんな。からくり人形、ゼロを思い出すな。ギアヤバレ、そういう、それのヤバい版ってことか。からくり人形に襲われたんだ。だからあれか、スーツが傷だらけなんか。おもちゃ、まあおもちゃとて刃物持ってれば、まあ、そう、やっぱその現状が気になるのは、どういう状況だったんだろう。弓を引いて的に、そういうのもあんだ。自動で攻撃していく、本当になんかあのアクションゲームとかの罠みたいな。悪意のある罠、まあ確かにな。糸、糸か、
ワイヤーみたいなやつなんかな。細くて丈夫。よう無事で。なんかちょっとあれだよな、ギュッてやったらなんかすぐ血出るみたいな感じなんかな。なんとかな。ああここはやっぱり経験とかそういうベテランの、あ屋上のあれか、紙に引っ掛けて引っ張ったってこと。あやっぱそうか。あいやでも上に持ち上げられたんだよなあれって。上に持ち上げられるってことは、なんだろう、下からやろうとしたらやっぱ何かに引っ掛けて引っ張んないと無理だし、やっぱ上にいないと凶器か。簡単に紙に引っ掛けてパニックに。まあ確かにそう言われると、まあ、あじゃあ屋上調べれば、あでももう回収されちゃってるかな。うん、不可解な事件。まあまあ人形で攻撃してくるような人形師、まあ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 今は、うん、うん、まあ確かにそれだけじゃ。そうだよね、人形が消えたのは結構成功な。いやでもどうなんだ、それだけで。弁護士、余罪、余罪、器物損壊は、殺人未遂、死体、殺人未遂、ああまあそうか、そうなるか。うん、僕は動きもできない。ああすごい、なんか殺そうとしてもっていうことか。ああまあそりゃそうだよな、時間稼ぎがしたかったとか苦し紛れとかだったってこと。なるほど。え死体遺棄、誰の、あえお母さんのってことか。あだから部屋に近づけたくなかったってこと。じゃあ、死んでたってことか。別の死体、あー
第4の犯行。殺したのか。直接つながっている。あーやっぱそうか。寝室に放置されている。わー、他殺かどうかも。養子の、あー、うん、それは綺麗なもんだ。傷もなく。じゃあ、自然死だったってことかな。いよ、お前たちと通り。ん、オカルト、ああ、あ、黒魔術とかそっち系なのかな。まあしんちゃんから見ればまあそう。床に書かれた奇妙な、ま、あ、魔法陣、サイレントヒルみたいな感じかな、うん、あ、あれか、お母さんの方も死んじゃって、復活の儀式とかそういう生き返らせようとしたんじゃないのか。正しく理解していないようだって。どういうこと。妻の抜け殻なのだと。ああそういう別の場所に。ああ通っている。まあ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 、ちょっとあれですよね、とんでもですよね。あ、頭がおかしくなったふりして、なんかその刑を軽くみたいな、あれか。うん、まあ聞きますよね。全然反省してないのに、なんかそれっぽい反省文とか書いたりとか。あ、そうだよな。あ、しんちゃん嫌いそうだな、そういうね。肉体を捨てて。ああ、ん、マサさん、あ、これはマサさんの過去に。悲しそうに見えた。多分しんちゃんも知らないあれなんだろうな。いつか語られるんですかね。うん。うん。いや、しんちゃんは知ってるのか、この感じだと。魂か。魂の重さとかありますよね。そう、二十何グラムとかだっけ。うん、
これは普通の家族。おー、そうなんだ。そんなに人気作家、売れ行き上々、生活安定。あー、あれだよね。あの子が来るまでは、多分あの3人組で仲良くやってただろうし。いじめ。しかも理由がくだらなすぎるよな。植物状態。しかもこんなことになってる間にもあの子たちはぬくぬくと、子供同士のいさかい、学校とかもね。実際こういうこともありそうよね。現実、これかな。幸せな家庭だったのに。ああ、人形にも、あれか。ああ、もう本当に心の表れだったんだろうね。レイユ、あ、逆にか。ああ、でもまあ、わからんでもないかも。あ、そうか。そうだよな。だって、ずっと入院してるわけだから、金が。ああ。毎日毎日。ああ。悪くないのに、この人たち。ああ、治療受けなかったのか。そっか、自分が治療受けてる間にも。ああ、やべえ、なんか悲しくなってくるな。ゲームなんだけど、リアルだな、なんか。本当だよな。まあでも、やった側っつうのはやっぱ、わかんないんだろうな。どういうことしてるとか、この後どうなっちゃうかとか。本当に我が身に降りかかって、ねえ。そのやってる人はやっぱ同じ目に遭わないと、やられた側の気持ち分かんないだろうからな。もう大体まあそうだよな、終わってるだろうし、当のね本人も今は。まずそう。うさんくせえな。そっか、逆にか。そうだね。魔法使い。カード決済。SF なのか、オカルトなのか。
あ、パソコン閲覧か。なんかありそうっす。水を得た魚のような。あー、実際そうだよな、どういう構造になってるか見てみたい。もう取り払われちゃってんのかもしんないけど。うん。お。あ、みっちゃん先生か。あ。ひどいよな。しんちゃんあれだな、ちょっと上げたからっていつもより当たりがきついな。うん。屋上から、あ、出たんか。なるほど。凶器はじゃあ間違いなさそうだな。だ、いちいち まあ、まだまだいろいろありますから。うん。ああ、まあマサさんはまあそういう感じじゃないよ。優しい。うん。ああ、まあでも俺もその方がいいと思う。うん。うん。お。ぶれねえな。ん。科学的にか。週間7日から10日か。本当にじゃあ最近だったんだな。うん。病死、あー言ってたもんな、治療受けなかったって。ゼロ。あー、じゃあ本当に。自然死。ん？強い魔力。あ、これは。週間病死。この二人は本当に。ああ、まあそうだね。まあここまでな、露骨だとね。うん。確かに。お。しょんぼり。魔力について自然に曲げられている。儀式の場。
うん、ああ、ラテン語、ヘブライ語、すごいな、そんなにいろいろ。生命の木、魔術本か、うん、儀式殺人か、ああ、やっぱあれかな、生き返らせようとしてたってこと。うん、死んだのではない、魂を別の場所に移動して遺体を前にして、うん、あ、みっちゃんが納得している。いけにえ、自分の体を生贄に、ああ、何か、あ、え、要するに人間の体が終わりそうだから、え、人形に移るってことか。そのための儀式だったってことか。あ、まあちょっととんでも理論すぎて。かわいい。確かに。うん、やるべきことがある。根性でいい。セナ君ならなんとかなりそう。お、病は気からってやつですか。何でも使って根性で、ああ。なるほど。命を吸い取る、エナジードレインみたいな、病気を人に移す、そのものも魔術で消す、古い肉体を捨てて、あ、そこが人形だったと。進行具合、健康で生命力あふれる人間に、あー、やっぱそういうのはあるのか。数十分、1時間追い出される。へえ、おー、よりしろね。魂の入れ物、ああ、死んでいない、まあそうだろうな。筋は、まあ確かに。お、来たな。持病の悪化、余命宣告。延命、あ、ごめんなさい。延命は違うよな。治
治療でもないか、憑依か、人形に移る、うん、憑依。新たな体に乗り移る、うん、抜け殻ね。無機質なよりする生きた人間、生きた動物、あ、これか、うん、うん、瀕死の状態。みっちゃん先生はその辺詳しそうだから。うん。魔法陣、魔術書、西洋に魔術書だと、あのニア・レプリカントっていうゲームがありまして、これですね。うん。枕元。そうだね、うん、理由、復讐、看病、世話、うん、まあやっぱこれしかないよな。そこまで してもやっぱり、の人たちは病室にあった人形はもしかして娘の方の魂よっていうあれだったのか。いや、そんなことないのか。うん、まあ確かに。うん。屋上。一番不可解な、人形だったら隠れられるってことかな。すっきり、いい顔だ。だろうな。みっちゃん先生、さすがです。うん、この人はいいよね。なんかその両方から、うん、なんか公平に見てくれるから。うん。うん。お、マサさん。
そうっすね。ああ、いそうなところ、ああそこがいいな。うん、さあじゃあやっていきたいと思います。生贄、生贄、人や動物を生きたまま神へと捧げることを生贄という。備えた後に殺すもの、殺してすぐ備えるもの、殺さずに神社といった神域で飼う場合もある。また他人やある物事のために生命、名誉、利益を投げ捨てたり犠牲となる行為も指す。人間を生贄に備える慣習を特に人見悟空と呼ぶ。うん、聖書由来の言葉であるスケープゴートは食材の火に捧げられたヤギが語源となっている。また日本の事例ではヤマタノオロチの生贄として捧げられようとしていた女神のクシナダ姫をスサノオがヤマタノオロチを退治し助けた神話が有名である。ああ、あの酒でね酔わせてってやつっすよね。超有名なやつっすよね。他にもペルーでは多くの子供と大量のリャマを用いた生贄の儀式をした跡が遺跡から発掘されており、国家的な規模での天災があったことが示唆されている。ネパール辺境部ではヒンドゥー教の女神を称える祭りが数世紀にもわたる習わしとして行われており、多数の水牛、ヤギ、鳩などが生贄に捧げられ刀などで殺された。へえ、物騒だけど、まあでもまあそうだよな、そういうことやりそうなとこはあるな。憑依、憑依、人間の体内に人の生き霊、死霊、動物霊などが入ることによってその人間が精神的、肉体的な影響を受けることを憑依という。憑依という名称の他に憑霊、神宿り、付き物などと言われることもあり、悪魔付き、狐付きなどといった取り付く霊の種類により変化する場合がある。ああ、よく聞きますね。第二次世界大戦の後から憑依という表現が用いられるようになったと推定されており、ドイツ語の学術語を翻訳する際に使用されたという。ドイツ語か。憑依の根底には、霊は肉体から自由に出入りできるとする信仰がある。そのような信仰はシャーマンといった霊媒への憑依のような性的なものと、疲れた霊の影響により人が病気や異常な精神状態を引き起こすような非統制的なものに分けられる。前者は正常で望ましいものとされるが、後者は病的現象とされ治療の対象となる。ああ、エクソシストとかもそれに入るような多分。また憑依は医学において心身の不調が特殊な形で現れたもの、精神疾患の一種とされている。こうした憑依現象は日本だけではなく古代ギリシャ、西洋のキリスト教、インドネシアなど古今東西世界中に広く見られる。まあ憑依とかはまあ確かにそうよね。まあゲームとか、そう RPG とかでもよくありますよね。なんかシャーマンとか、なんか邪教徒とか、なんかいろいろなんか聞いたりしますけれども、なるほどですね。というわけで今回はじゃあこの辺で、2つだったな。